麻雀スリアロチャンネルプレゼンツ残企業リーグ2024、本日はレギュラーシーズン第4節3試合目全体第51回戦の模様をお届けいたします。本日の対局はチーム天宝、アルダイルジャパン、池袋リレイズ、以上3チームの対局となります。実況は私、ザンリーグ関東 A1 所属のキジョン・ネルソン。そして解説には、令和の虎チームより岩井社長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今期の企業リーグでは、全16チームが、レギュラーシーズン各チーム18試合の合計96試合を行い、上位6チームが準決勝に進出できます。準決勝では予選を突破した6チームがスコアを半分持ち越しまして、各チーム6試合合計12試合。そこからさらに3チームに絞ります。決勝でも準決勝のスコアを半分に持ち越しまして、3半チャン勝負で優勝を決めるというレギュレーションでございます。さて、もう予選も50回戦を終えました。令和の虎チーム9半チャンを終えて、岩井社長自らがチームスコアを引っ張っているという状況になっております。はい。そしてですね、この節の開始の前の段階ですと、5位、6位、7位、8位という、はい、非常にボーダーに近いチーム同士でぶつかっていると。うん、そして今回今、令和の虎チームが、ここからね、ほんと一回トップ取るだけで全部まくれちゃうような。いやいやいや感じの圏内でございます。はい。はい、まあ僕が今日3試合とも出れば、絶対上に行くんですけど、なんちゃって。はい、最弱の林さんが登場します。最弱とか言ったら本人怒っちゃうけどね。今節は林社長の登場になると。はい。ということで、はい、はい。林さんの運にかけます。はい、ありがとうございます、はい。注目していきたいと思います。はい。それでは、出場選手をご紹介いたします。まずはトンチャチーム天宝尾形、ナンチャアルタイルジャパンススル、シャーチャ池袋リレイズヒカル、以上3選手による対局となります。岩井さん、この対局見どころをお伺いしてもよろしいですか。いや、やっぱススルさんでしょう。はい、ねえ、うん、かの有名なYouTuber ですから、さっきご挨拶いただいたんですけども、はい、ススルさんがね、ラーメンだけじゃなくて、麻雀どんなニュースかっていう。はい。はい、そうですね。去年から引き続きの参戦ということで。はい。はい、楽しみです。はい。はい、それでは対局の方へ移りたいと思います。選手入場です。トンチャチーム天宝尾形。初代サンマ天宝尉。地球上の誰よりも早くサンマ十段の坂を駆け上がった男です。個人4戦目の登板です。ナンチャアルタイルジャパンススル。YouTube チャンネル登録者数150万人。すごい。去年に引き続き、アルタイルジャパンからの登場です。個人2戦目です。シャーチャ、池袋リレイズ、ヒカル。ある日はダンサー、ある日はカメラマン、そしてリレイズではディーラー、七色の顔を持つ何でも屋さんです。ヒカルちゃんはこの間、実はうちのですね、はい、天空プレモのオーディションに、あ、そうですね。そうなんですよ。はい、来てくれたんですよ。そうなんです。はい。で、結構絶賛されたんですけど、はい、惜しくも、辞典な感じで、今のところね、第2回のオーディションまでペンディングみたいな感じになってるんですよ。なるほどな。はい。彼女が挑戦するんだったら、もう一回挑戦してもらうって感じ。ぜひとも頑張っていただきたいと思います。はい、2025残企業リーグ参加企業大募集。年間150万円で麻雀のチームを持ちませんか。企業の PR 効果は抜群。詳しくは概要欄から。さあ、対局が始まりました。第4節3試合目51回戦の模様をお届けいたします。ちーちゃんにはチーム天宝尾形、薬杯のチュンが統一。はい、いきなりペンチャン落としから入っていきました。はい、なんちゃアルタイルジャパンすする花灰を1枚抜きます。おあのトンが打てる。おー、いきなりいいとこ入れましたね。いいとこ入れましたね。シャーチャー池袋リレイズ光る。はい、おー、ここもワンコにして、みんな第一相撲がすごい良かったですよね。はい、はい、あ、ここすごい、非常にみんな手がまとまっているので、はい、トン一局からぶつかる展開が予想できます。ドラのトンを持っているのはなんちゃのすするさんですね。これはもうね。はい。あ、でも、あ、そうか、9番があるのか。はい。ね、9番の方来てきましたね、はい。そうですね。はい。こちら、すするイシャンテン。ヒカルもこれで1アンコと3統一。非常に楽しみな仕上がりが期待できます。ああ。はい。大田も受け入れが一気に広がりましたね。
さあもうトーン出ていくか。ただこのトーン誰も持っていないので、はい、合わせる人がいませんね。これは誰の手配が一番いいですか、岩井さんいかがですか、ね、いやーでもすするさんかな。あ、じゃあ違うな、これはみんなで、ね、そこそこいいような、ね、そうそう、ヒカルちゃんが数アンコまでいけちゃう可能性もあるしね。そうなんですよ、はい、1アンコと今4といつあるので、ピンズの掃除にはいかなかったんだね今ね。そうですね、いやーこれ難しいけど、妄想をつもぎるという選択、はい、はい、そうするとこれ嘘がヒカルに3枚持たれてるので、はい、でここにもあるんでね、はい、嘘がないのでもしかしたらちょっと厳しいかもしれませんね。ただピンズの方で伸びがあればいいんですが、うん、ヒカルもチートイツイーシャンテンの格好、はい、全員イーシャンテン、この均衡を破るのは大手元にスナックを見えてきましたよ、ね、サブロック9ピンが欲しい、はい、ここに3ピンと9ピンが1枚ずつ、はい、すするがローピン1枚ということはこれ全部1種類ずついます、はい、はい。ただこれチーピン持ってると両面が埋まってしまいそうですね、うん、さあどうなる。サブロック9ピン1枚ずつ山にあるんですよね。そうです、山にいます。自力で先に持ってこれれば、はい、数アンコの転売。さあ、オアスさん、これ、チュンをアンコにしての転売、関数層です。関数層。おー、来た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 、大勝負に来ました。6ピン、9ピン。1枚ずついます。いますよ。はい。さあ、オアタさんはどうする？リーチの現物待ちになってる、この数層。あ、これ、数アン大丈夫か？この数層が出そうだ。おっと、しかし、そっちの現物にした。さあ、6キュービンどう？ああ、いや、これ、その、トイン局から大盛り上がり。あ、さあ、両面に手が回ったが、両層は現物、嘘を押すかどうか。いやー、これまだ早いから、思い切って、嘘切りで、リーチだな、僕なら。はい、ね、そうだね。嘘切りでリーチで観光行きました。いすそ。さあ、そうなると、挟まれたすするどうする？うわー。もうこれ、逃げ道がないです。ないね。はい。何も切るものがありません。はい、いや、イーソーに手がかかってしまうのは想像できます、うんうんうん。そうだよね。いや、これ何切るんだ、うわ、気合でチーソー、はい、そうするとこれ、数アンコ成就の可能性が一気に上がりました。ただ、イスソーもある。チーソー、チーソーと粘っている間に。あー、怖いね。あ、これ、テンパイですね。カンウソー。カンウソーだもんね。はい。ウーピンが親の中筋。押すかどうかの判断。うわ、来た！三軒リーチ行った！これは、リーチ。上がれないもんね、でもね、多分ね。はい、ヒカルさんだけにやりとしますよね。はい、嘘ないよって、うん。嘘ないわよ。さあ、どうだ？しかしこれ、すそもある。あー、ロッキューピー！安田箱ありますよ、これ。あー、ロッキューピー！自力で積もれば100万！あー、いいぞ！うわぁ！チームレイフ、大畑の上がりです。リーチチュンドラロック。うわぁ、いやぁ、スーアンコまで。惜しかったねぇ。いやぁ、惜しかった！ 1 枚ずついたんですが、ヤンメンの方が強かったか。いやぁ、もしかしたら、ウソ切りがナイス判断、ということになりましたね。はい。はい。連チャンに成功しました、トーン一曲一本馬。いやー、トーン一曲から大物手が出るかというところでしたが。ウソ怖がってね、リャンゾ切ってたらね、関数層したら。もしかしたらね、スーアンコ上がられていた未来もあるかもしれません。はい、あ、ここもまたいいですよね。はい、これススルさんが非常にまとまって、しかもヒカルさんもこれいいですね。うんうん、しかもシャーチャーです。あ、本当だ。いや、この手入りは大畑苦しいか。うわー、これなんだこれ。ああ、これ何から切るということは次にシャーが出るということですよね。はい、こちらのこのヒカルの手入り。うん。このシャーを泣いていくのかどうか。さあどうだ。仕掛けていった。うん。さあ、ジャン島がなくなりますが、積極的に仕掛けて。大田は自敗整理がまだまだ長くなりそう。はい。ヒカルはイーシャンテン、そして大田チーソー、うん。うん。横に伸ばしていきたいところですが、縦に来てしまった。ああ、いいとこ引いて。はい。それもこれ、ウソを使って。あ、ヒカルさん、これパーピンを残してきましたね。パーピンがドラです。はい、さあ、これで盤石なイーシャンテン。
いや、ヒカルこれ、イソかぶったのちょっと痛いですね。うん、本当ですね。この、ジャントーができるかどうかというのは、ね、次に積まれてるかどうか。うん。縦のミスというのはね、本当に拾うのが難しいです。どんどん縦に来る小畑。ドラが一枚もない。まもなく自敗整理が終わろうというところ。さあ、ヒカルどうだ、テンパイ入るか、入らない。さあ、ローソーを持ってきて、はあ、トンが一枚切れ。ロービンの方を先に行く選択を取りました。さあ、スルさん、表示牌のカンチーピンが新たにできた格好です。見切っていきましたね。こう、企業リーグいっぱい岩井社長見てくださってると思うんですけども、はいはい、こう特別こう、他のチームで注目したい選手とかっていたりします？いや、僕はもうどこまで行ってもピンフちゃん。ピンフちゃん。ピンフちゃんのあの引きの強さは天性のものだから。なるほど、なるほど。超羨ましいですね。本当に企業リーグではね、ね、爆発的に強くて、個人もね。来ましたよ。はい。暫定1位というところです。さあ、すするに二度受けの解消のスチッソの天敗が入りました。うん、これで、えあなんで現物の方にしちゃいましたね。しかもこれ結構実はサブロケピン切れてるという、ね。あ、そうですか。はい。はい、さあ、この急走短期動画。スチッソ、スチッソがこれ非常に薄いんですよね。ヒカルさんの手配に1枚。えい。はい。ヒカルさんの手配に1枚と、大畑さんの手配に5枚。おっと、どん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 一色の必要性がある。すすさん、ご自身で1枚使ってるので、スチソ自体あと1枚しかありません。あ、本当ですね。はい。さあ、ヒカルさん、厳しいところ、リャンゾー押していった。はい。さあ、子供の2人に阻まれて、親番の大畑、どう立ち回っていくか。リャンピン。このリャンピンが通ると、これ、大畑の手配のリャンピンが通せるようになりました。本当ですね。はい。まあ、ただ、大畑も自身の手にね、ソーズがいっぱいあるので、はい、自分がいっぱい当たり牌持ってるんじゃないかという思いはあるかもしれませんね。いやー、サブロキューピンあったね、やっぱりね。サブロキューピンね、切れてるとはいえ、切れてる枚数分の残り枚数いそうですよね。はい。さあ、しかし、急走短期もまだいます。はい。急走も2枚いる。そうですね。スチソも1枚いる。さあ、イーマンがなぜかションパイ。これ怖いよね。ちょっと嫌がってます、ね。ヒカルちゃん怖がってるよね、これ。はい。怖いね。急走の方にした。はい。そうすると、これ、大畑のイーマン。まあ、現状すぐに出ることはなさそうですが、はい、鎮逸になってしまった時にどうなるか。はい。そしてこの E1 も2枚いる。さあ、これどうだ？受け入れ自体は、ね。でも、テンパイじゃないんだよね、これ。テンパイではないです。おぉ。イーソーを切った。そしたら、これ、最後が勝負になる。9層来たよ、9層。9層も来た。しかも、これ、今も2枚いるはずですけど、ね。はい、そうですよね。はい。あ、来ちゃった。今重なった。重ねて回収していく。はい。9層が通っている。想像に手をかけるか。はい、9層。さあ、これ、1枚と1枚。数ピンは通っていません。椅子ピンに当たる可能性がある。うん、ありますね。うん、2ピン3枚切れ、3ピン3枚切れ。椅子ピンが当たる可能性はゼロではないです。うわっ。ここで抜き打って、ここは見学と。うわ回収しますね。すごいね、これ。さあ、これ、天杯です。はい。三蔵とか切ればいいんですか？そうです。現物の三蔵を切って天杯ですね。はい。三蔵を切るか。ただこれ迷っちゃってるな、これ。あ、オープンリーチだ、これ。ああ。オープンリーチをするのか。ああ。なるほど。もうこんな出るわけないからと。はい。残りのわずかなツモ盤に期待を寄せて、実際にイーマンが一枚山にいます。はい。そしてこれ最後の数層回収されたので、最後のスチ層回収されたので、うわー一発で詰まった！すごい！見事な！ねえ。
リーソクスもオープン3オドラ7班。すごい。現状7班から、裏ドラ乗らず7班。はい。はい。いや、これ見事な手順で、本当ですね、危なげに感じていた E マンがいっぱい山にいた結果。ほんとほんと。はい。9000は1万オールと一発の1枚オール。非常に大きな上がりで、トンの1局、2本馬連チャンです。いや、全部のスチーソー回収、そして、ヒカルの E マン探検の分も回収。すべてを使って上がりきりました。さあ、スルの手配、マンズから切り出す。ヒカルの手配、トンとハクが統一。山田さんもこれまたリーチがかかりそうな数杯がまとまった手配。そうですね。ヒカルさんはこれを仕掛けていくかどうか。現状欲しいトンとハクは誰も持っていません。うん。さあ2枚目の花杯を抜いて3つ目の統一。このヒカルさんのこの手配なんですけど、これトンとハクが統一なんですけど、はい、要はそのトンとハクの部分は逆配でできるので、はい、他のところを仕掛けていくようなことっていうのはこの考えられますか？僕はしますね、もう。はい。はい、なるほど。今回これドラがローピンですが、自力で入れた。あ、そしてチーピンを切って。はい、ドラがローピンでパピンを固定しましたね。はい、まあ、一射点ですよね、これね、はい、一応ね。吉社長はこう、想像のカンちゃんに手をかけたかったような感じですか、ね、です。あ、なるほど、なるほど。はい。急走とか、偶走とかってことですよね。はい、じゃあ、これで再び、トンが効くかと。はい。さあ、大畑、これで、形のいいイーシャンテン。両面と変速三面ちゃん。はい。はい。すするもこれでいいシャンテンになる。また、二度受けの部分があるような感じですね。そうですね。だから、ローピン、さあ、どうする、光る。チーピンの切りが早かった気もするんですけど、僕は。はい。ローピンを切るか、チーソーを切るか、うん、チーソー切った。これでもう何でもポンしていきますか？いきますね、もう。なるほど。さあ、全員がいいシャンテンですね。誰が一番乗りとなるのか。もう、リャンピンを切っていく。白はションパイでした。トーン来ましたね。はい。さあ、このトーンは切ると、はい、本戦テンパイが入る。はい。まあ、いい形になりましたね。はい。はい。これで満貫以上が約束されてます。うん、そして、ヤンゾーが入る。このリャンゾーの方から埋まると、三面ちゃんでのリーチ。はい。チーム天保、大畑。そして、ススルも同順で追いつく。チーソーとイーピンのシャンポン。あー、サブローピンウーピンで、ここがここは取らずですね。あ、取らずですね。ヒカルさん、イーソーをピュッと押した。さあ、どうだ。ローピンはお互いの当たり牌ですね。はい。はい、さあ、花牌を3枚目で。3枚。くっついての復活があるか。急走の方はね、2枚、はい、2枚とも山にいますよね。そうですね。でローピンもこれ、スルーさんが1枚使ってるだけなので。はい。はい、お互いのどちらかが持ってくるということもあり得ます。さあ、どうだ。まだローピン1枚しかないもんね。ローピンが1枚。はい、急走が2枚ですね。さあ、3ピンを回収する。これ3ピンが非常にいい街でね。はい、これ1枚回収されてもあと2枚います。うん、さあ、チーピン強く押せるか。うん、もう押すしかないよ。いけ、ヒカルちゃん。ぜひ行ってほしいですね。はい、チーピンピュッ。よし。ねえ、本当に。心臓に負荷のかかる推しだと思うんですが。はい、頑張っていきました。さあ、テンパイ。これ今度は単用がつきましたね。はい。一枚切れの初を切れば、単用をドラ6のテンパイ。リーチまで考えているか。いかないね。はい。リーチは切でした。さあ、ウソどうだ。ウソ押し切れるか。いつでもハクで逃げられるような手配になってるんですよね。ね。はい。やめるのは簡単ですが、考えています。うわぁ、もうこれはきついか。きついか。白ポッチを見せた。さあ、そうなると、大畑、一人舞台と思いきや、さあ、ローピン、これどっちを切っても当たりですね。うん、3ピン、ローピン、どちらもダメ。うん、難しいところです。切れる範囲が。いや、スルさんは多分、降りるんじゃないこれ。
現物は3層しかない。ねえ。で、チーソーが2枚切れてるんですよね。なので、パーソーはノーチャンス。うん。確かに。はい。考えてる。すぐ行くのか、考えてる。それとも、回るのか。ねえ。3層現物でしっかりと、やめていきました。さあ、ヒカルはこれ、厄灰のポンから入っているので、復活する可能性があります。ウソにはロウソウをくっつけて。あ、本当ですね。はい。で、急走とか普通にいるんでね。ほら、来た来た来た。あ、来た来た来た。えらい。はい、振り手のスッチソウ。はい、このスッチソウは場に自分で2枚切ってて、はい、すする3枚ですね。あ、全然まだいますね、スッチソウも。うん。ヤンゾも通ってる。いけるいける。しかし、サブローピンウーピンもね、全然山にいないわけではないんですが。うん、本当ですね。さあ、どうだ、スチソいるぞ、まだ。あ、いた。おっと、回り切った。すごい。白を3枚切って、はい。上がりを手繰り寄せた。いやー、これ見事だったね。はい。ヒカルさん、3000、5000の日本馬、5000、7000。はい。1万2000点の加点です。いや、三面ちゃん楽勝かと思ったんですが、本当ですね。はい、他の人のところに流れてしまいました。ね、麻雀こんな感じだよね、本当に。はい、おトンの2曲です。親番はアルタイルジャパン、すする、うん、花灰が1枚ある。すするさんまり良くないかな。はい、この花灰が今回は表ドラでもあります。なんちゃの光る、なんが薬灰、うん、光るくんに光るじゃないね。はい、大田さんもこれダブリの、あのチャンスがあったんですが、はい、イーシャンテンで、はい、森さんアンコイーシャンテンです。はい、この次の手配、これです。あ、本当ですね。もう2面ができた。スーピンを切って、受け入れの広いイーシャンテン取る。すするは、薬灰の白を重ねました。ちょうど今1枚切れたばっかり。これどういく？ヒカルさん、腕の見せ所ですね。いいピンを切るか。いいピン切らないでしょ。いいピン切らない。そんなこと言っちゃいけないか。いえいえ、とんでもないことです。さあ、おっさん、タンヤオがあるので、これもしかしたら本店が見られるかもしれません。はい、この手配ですね。お、ああ、じゃあもう2ピン切っちゃえよ。あ、違うか。あ、3ピンにした。なるほど、なるほど。そういうこともできるんですね。さあ、テンパイだ。サブローピン待ち。はい。教科書通りの。綺麗ね。はい。綺麗な手順でのリーチ。待ちはサブローピン、この光の3ピンが。間に合っていない。本当。あ、しかし一発も。ああ。面端即図も赤、はい、ご飯から。ご飯なので満眼ですね、うん。はい。これまた一発の一枚がつきますので、このハンチャンすでに4枚を獲得している。はい、トンの3曲になりました。いや、見事な手順で満眼を上がった尾形。そして親番は光る。イーソーがあんこです。それ以外のところは、特別よくはない。そうですね。はい。お中杯が8種類。太田さんはなんちゃで、比較的まとまっていると言えるでしょうか。はい。まあ、太田さんが一番まともですかね。そうですね。ハイパイとしてはね。はい、仕掛けが効くのはすするさん。うん。はい。この次の手配、逆配のトンがドイツ。仕掛けていくのかどうか。さあ、1アンコ2統一になりました。これまた数アンコがあるかもしれませんね。ヒカルさん、縦に縦に行けば。ちゃんとあれですね、見た目枚数でチュンから切って縦を意識してますね。さあ、自力でアンコにした。アンコにした。はい。さあ、横に来た。横に来ると一気に横の面積で瞬通を作りやすくなった。大、はい、田さんはシャアがおたかぜなのでかなりピンフになりそうな手配。ああ、大田さんいいね。はい。さあ、どんどんピンズがくっついていく。さあ、いいシャンテになった。自然な手順でスーピン切り。うん、みんな順当にね、数字の牌をくっつけてくっつけて顔の2段目に入りました。いや、しかし、まあ、現状、大和に追いつきそうな人がいません。さあ、これでイーシャンテン。ヒカルもちょっと膠着状態が続いてますね。ちょっと、ウーソー周りに
何かくっつけたらというところですが、おお、これリャンゾーン持ってなかったね。から切りにしていきましたね。はい。から切りにすることでまたぎはないよと、うん、かなりいい層、椅子層の街が盲点になりそうです。これはチューンを切るか。あ、すするさん、カンチーピンが、はい。はい。裏めってしまった格好。はい。そしてヒカルさん、待望の嘘をくっつき。はい。いや、大津さんもこれね、楽勝かと思ったんですが、本当ですね、いいシャンテンが長いですね。長いね。あ、ヒカルさんもこれ、急走かぶって、みんなちょっと、それぞれ、メンツだの、ジャントーだの、ロスしてますね。さあ、来た来た来た。リーチトーン、インペーコー、ドラドラ、そしてルッパスとどちらもドラなので、6班のハネマンから、先制リーチを打てたのはススル。あ、じゃあ、ルッパスです。さあ、おあとどうだ ?3 増。ああ、ちょっと怖いよね、これね。シャーシャーという選択を取ります。タンヤをつけての復活狙い。さあ、どうだ、うん、これ怖いね。トーンが怖くなっちゃった。はい、トーンは場に今、知られていません。はい。さあ、ようやく、ジャントー候補ができた。はい。パーピンが現物。三蔵が筋。どっちかは切るか。パーピンから切った。はい。小畑さんも、ようやく数層を持ってきて。あ、チーソーの方を先に切りましたね。さあ、ヒカルもいいシャンテン。そして、小畑どうだ、さあ、花牌、1枚目の花牌、そして、9万。うん。これ、あれですね、すするさんのウッパスオなんですけど、はい。これ、ヒカルさんが1枚持ってます。はい。で、大畑さんも1枚なんで、これ、あと4枚いますね、意外と。はい、かなり山にありますよね、これ。はい。はい。この順目で4枚はもう、2回積まれてもいいぐらいの。そうですね。あ、これパーピンでちょっと引き気味の判断。嘘が来たよ。はい。この嘘は使い切れるが、ただトーンがションパイが気になる。あ、トーンが怖いね。確かに、三蔵切りかな、これ。あ、はい、三蔵がまだ切れてないのか。三蔵は、はい、筋な、ね。ですよね。ですね、はい。チーピン、ローピンと安全策でいった。さあ、そして持った。あ、積もるよね。リーズもトーン、イーペーコー、ドラさん、7班、裏ドラ2枚。あ、やれた。倍満。大きい。はい。倍満のつも上がりです。はい。はい。アルタイルジャパン、すする。ここで、ね、素晴らしい手順で、裏裏を仕留めてみせました。倍満、6000、1万のつも上がり。さあ、ゲームは折り返し、難入になります。チーム天保大畑、現在7万3000点持ちのトップ目です。お、すするさんめっちゃいい、多くないですか、これ。すするさん、この後移ります。さあ、どうか。ほら。ダブリの。ダブリですね。ダブリの可能性もある。あ、いっぱいですね、関老ピン。ほん、はい。どうだ。いきますか、いったいったいったよ。ダブリ赤市、関老ピン。さあ、これを受けて、どう立ち回っていくのか。このローピン浮いてますね、大畑さん。本当だ。はい。まあ、っすぐ行くというよりか、ローピンにくっつけたいような感じだと思うんですけど、このようにですね。はい。はい、おー、止まった。止まった。すごい。ナイスリーチ判断。素晴らしい。ダブリーツもドラ、マンガン。うん。いや、変化を待ちたいようなところでもあったんですが、ここは見事なリーチ判断で、はい。はい。マンガンの上がりを拾ってみせました。はい。うん。なんの2曲になります。今上がった、アルタイルジャパン、ススルの親番。ススルは現在5万2000点持ち。トップのチーム電報終わったとは1万6000点差。さあ、待望の親番どうだ。ソーズの部分が非常にいい。ヒカルは薬杯の白統一。おわたはちょっと苦しいか、しかし薬杯の統一を手に入れた。この難はすするさん待ってます。さあ、難出たぞ。おわたさん仕掛けていく。あ、泣きますね。はい。もうこの親は何としても蹴るんだと。はい。自力で
上がってトップを目指していくと。これヒカルさんの白はまだ誰の手元にもない、はい、これも泣いていくのかどうか注目ですね。そしてこれピンズが全体的に他の人の手配にないですね。本当ですね、はい、そうするとこれ尾畑さんもねチーピンがサクッと打ったり、ヒカルちゃん面白い手になってきてるけどね。そうですね、これパーソと急走がこの手配、うん、アンコであって、うん、ロンソとチーソもあるんで、これ数アンコだけじゃなくて数連コまであるかもしれないですね。本当だ、はい、ロンソチーソとかね、あーいいね、これで普通の本位か、はい、はい、これで白を仕掛ければ、うん、本店の本位、医者店だもんね、はい、医者店です。なんかヒカルちゃん大きな手にならないかな、なってほしいですね。ねえ、さあ尾畑が着実にピンズを進めて、これすするもこの形で置いておくとピンズ埋まりそうですけどね。ああいいよ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 、あるよあるよ、それはそれ持って早く、はい、うん、これローソン持ってきたら本当に本格的に数連行見えます、うんうんうん、はい、さあこの膠着している隙にいけ急走、これ急走テンパイですね、はい、これパーソーを切ってテンパイ、普通の名本になっちゃいましたね。つまんないな。つまんないじゃん。大ボルトの可能性があったんですが、はいはい、名本にした。さあ、これで一数層か、いい層を切ると一発宝珠。ああ、いい層一発で勝負といった。はい、しかし、これが光の当たり牌。リーチ一発本一。さあ、ご飯です。はい、裏ドラ一枚乗せた。はい、羽マンの上がり。はい、リーチ一発本一裏です、はい、オーラスですね、はい、これもトップ目だった尾畑が報酬したのでかなり横並びのオーラスということになりました、うんうん、オーラス光る親番4万2000点持ち、はい、一上がりでトップです。そうだね、はい、鼻灰1枚入れて、もうこれドラもね、嘘2枚ありますんで、はい、漫画以上なんですんで。あ、ヒカルちゃんもまあ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 だね、はい。ほぼトップ。さあ、そして進む、早速動いていった、自家製のシャアを泣いて、このハンちゃんのトップをもぎ取りに行く。さあ、尾畑もこれ、なんか、純ちゃんがありますね。純ちゃんの遺産点。なるほどね。はい。めったにない純ちゃんね。上がればいいだけの局面で、純、はい、ちゃんが入る。しかしこれ急走が一気にバタンバタンと流れていった、うん、これもこれ連続けるか、うん、そうだね、はい、すするももう展望の条件はクリアしてます。上がればトップ。わー、光る、運送があんこになった。あー、ほんとだ。あ、純ちゃんの方テンパイしてみましたよ。純ちゃん、イーペーコ、ドラ、ほんとだ。漫画これダマだから、はい、ね、上がればトップですが、おお、なかなか面白いよこれ。さあどうだ、3匹引けるか。うん、リーチを考えているのか。うん、一応ね、白ポッチが一枚あるかもしれないので、もしかしたらいつかリーチという判断になるかもしれません、ね、ただ3品がドラであんまりね出そうな街でもないので。あ、確かに、はい、どうしていくか。純ちゃんがいらないか。もう僕、うん、でも僕なら行っちゃうけどね、もうこれ。あ、いいペーコーにした。はい。これウーピン引きの変化を見てますね。もう上がればいいだけだ。ああ。はい。さあ、光テンパった。カンパスを待ち。くわー。でも行け。よし。さあ、行った行った。行った行った。さあ、これを受けて、大畑どうする？はい。光ちゃん上がればトップだもんね。上がればトップです。さあ、大畑5万6千点持ちです。パーソー、山に2枚あるね。はい。パーソー2枚使われてますが、2枚いる。そして、すするも観浪ピンでテンパイしてます。この観浪ピンも山にいる。うん、全員がテンパイしている。うーす、はい、誰が上がってもトップ。さあ、持ってきた牌は何だ？ E ピンです。E ピンが戻ってきました。はい。もうここまで来たら思い切り行ったらか、みたいな感じじゃない？リーチに行くなら数ピンを切って。ですよね。ということですね。はい。腹をくくるのか。あれ、まだ黙点に構える。察する町選択、観浪ピン、速攻か、うん、カンパーピンか。まあ、でも赤フピンは切れないね。切りづらいですよね。うん、さあ、どうだ、小さそう。スレスレ。
さあ、みんな一面ちゃんの街なのでね。上がれれば行幸。さあ、どうだ、パーフォーツもった、ヒカルさんのつもがり、リーズもドラヨン。ハネマンの上がり。おめでとうございますですね。はい、2曲連続の。いや、よくヒカルちゃんトップ取ったね、これ。このハンちゃんのトップを持ち帰ることができた池袋リリーズ。はい。ここで上がりやめを宣言しま、するでしょう、これは。した。はい、しました。はい。はい。ハンちゃん終了ということになりました。トップを取ったのが池袋リレーズチーム、プラス10枚と、うん、チップのマイナス2枚なんで合計プラス8のトップですね。うん、はい。2着がチーム天宝、4万7千点マイナス2。最初に1枚折り2回上がったんですが、チップはプラスマイナス0で終了になりましたんで、マイナス2ですね。はい。で、3着アルタイルジャパン、スルさんマイナス8なんですが、チッププラス2枚ありますんで、マイナス6ということで、これもうほとんど動いてない、もう同然のような結果と言えるかもしれません。はい。はい。この後の令和の虎チームのね、参戦に向けては、本当に1トップで彼ら全部まくれちゃうような感じだと思います。やります。はい。はい。ハンちゃんに期待です。はい。ハンちゃん振り返ってみて、いかがでしたか？いや、でも、ね、本当にラスマイまでヒカルちゃんが行けるような雰囲気はなかったんだけど、そうですね。はい。ね、最後から2番目の上がりが良かったね。椅子そうですね。そうです、そうです。はい。はい。一発と裏でチップも獲得しました。はい。はい。それではトップを取ったヒカルさんにインタビューをしていきたいと思います。数連行見たかったね。見たかったです。2025ザン企業リーグ参加企業大募集。年間150万円で麻雀のチームを持ちませんか？企業の PR 効果は抜群。詳しくは概要欄から。では51回戦が終了いたしました。トップを取りました池袋リレーズチームヒカルさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。トンの1曲、はい、スーアンコの天敗、似合わでしたね。やりたかったね。ねー、あれね、はい、本当に上がるんじゃないかと、はいはい、本当にもう太田さんが一歩間違えてたらもう相撲上がりの可能性があったというようなぐらいです。そして、苦しい展開にずっと続いていたんですが、何の2曲、はい、いっすその面本のリーチがね、はい、あれ数連行まであるんじゃないかっていう話を、2人で数連行行ってみたいな全然頭なかった、頭なかった、はい、はい、はい、急走を引いて、はい、一発と裏のハネマンの上がりで、うん、そしてオーラスもね、みんな転敗してました、うん、はい、カンパソー、カンローピン、カンサンピン、見事にね、はい、一面ちゃん同士を引き勝ってみせました。はい、これからの対局もあると思います。池袋リリースのファンの方に向けて一言お願いします。はい、リレーズでザンポーカーで勝ち上がってくるメンバーがいるので、そのメンバーにちゃんとつなげられるように負けないように、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今回は51回戦の模様をお届けいたしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。